ソラパイアパカバール、新先生のお世話の時間です。今日も歌ってみたを言ってみたいと思います。人は誰もただ一人旅に出て、人は誰もふるさとを振り返る。ちょっぴり寂しくて振り返っても、そこにはただ風が吹いているだけ。誰も人生につまずいて、人は誰も夢破れ振り返る。プラタナスの枯れ葉舞う冬の道で、プラタナスの散る音に振り返る。振り返っても、そこにはただ風が吹いているだけ。人は誰も人生につまずいて、人は誰も夢破れ振り返る。ちょっと1番と2番の歌詞また混同して歌ってしまいましたが、風という橋田のり彦とシューベルツという、グループが歌っていた、これ作詞した先生は、作詞した北山治さんというのは精神科の先生で、もう、心理学の方でも分析心理とか精神分析学ですね、そっちの方でも知らない人はいないという、そういう精神科の大科の先生です。さて、なんとなく、いつもなんとなくとか言ってますけど、適当に歌を歌っていきます。君の行く道は果てしなく遠いなのに、なぜ青く石まり、君は行くのか、そんなにしてまで。君のあの人は今はもういないなのに、なぜ何を探して、君は行くのか、あてもないのに。若者たちという、すごくなんかしみじみした歌でした。でまあ、さっき言ったように夏休みも近くなりまして、課題やレポートや試験というのに追われているんじゃないかなとも思いますが、それを乗り越えれば、夏休みです。まさに夏休みですので、どっか旅行に行きたいなとか、そんなフラフラしてみたいなとか、そんなことも、あるかなと思いますので、それを楽しみに、頑張ろうまいちゃんしてください。さて、そういうわけで夏休みというとやっぱり旅行をに行きたい、ところですね。今年はちょっとどっか行ってみたいなとか、そんなことを思ったりするわけですが、どっか行ってみたいなというか、なんか今度学会が東京であるもんですから、それで東京へは行けるなと思ってるんですけど、ホテル取ろうとしたらなんか異様に高くて、ちょっとカプセルは僕も疲れるので無理だなと思っていて、さあどうしようと、困っています。自分が関係するセッションは昼間なので、いっそ新幹線で、
2日間の学会を、行ったり来たりしようかなと、そんなことも考えています。結構お金かかりそうですね。というわけで、ホテルにかなり、宿についてかなり、どうしようか悩んでいる日々です。悩み続けた日々がまるで嘘のように忘れられる時が来るまで心を閉じたまま暮らしてゆこう。遠くで汽笛を聞きながら何もいいことがなかったこの街で。俺を見捨てた人を恨んで生きるより、幼い心に秘めた虚しい涙の捨て場所を探してみたい。遠くで汽笛を聞きながら何もいいことがなかったこの街で。アリス、の遠くで汽笛を聞きながらという、歌でした。旅心が、誘われますね。もうちょっと歌ってみましょうか。なんかもう終わりのやつが出てきちゃってますけど、出してますが、今度歌う歌はきっとみんな知らない歌です。ただし、20年、40年、40年前、NHK の、なんか、NHK も時々コマーシャルっぽいソングが流れるときありますね。それで、そういう、そこで挿入されていた歌です。ちょっと歌ってみます。少しだけ心が擦り切れてきたから一人で夜明けにこの街飛び出す。僕だけの時間を無駄遣いしながら時計を忘れた旅でもしようか。道連れなんかいらない、歌が一つあればいいさ。明日は明日は伊豆湖の空の下。ちょっと待ってよ、うまく弾けなかったな。だいぶ古い歌になってきますので、僕もどんな歌かちょっとパッと歌えないというのがありますが、ちょっと旅シリーズできたので、最後はちょっと しんみりした感じの曲で、ただしなんかやっぱり夏は、なんか北海道を旅してみたいなとかそんなことを思ったりしますが、まあ若い時は僕もよく、なんか広い大地をバスの乗り方とかよく分からなくて、歩いて何十キロは行かないけど、10キロ20キロぐらい歩いて旅したことありますが、結構心細かったのを、覚えています。で、ここも行ったことあるところなんですけど、この歌を歌ってみます。ちょっと音がおかしいかな。多分いいですね。いきます。
北の果て知れとこの吹く風は冷たく波荒いオホーツクに白いカモメは遊ぶ。お、あれちょっと音おかしいですね、ちょっと、失礼します。あ、これおかしい。これでいいですね。さっきからずっと おかしい音が聞いてました。北の果て知れとこの吹く風は冷たく波荒いオホーツクに白いカモメは遊ぶ。あれやっぱおかしい、なんか音がちょっとなんか納得がいかなくなってしまってますから、これはまたどっかで弾き直そうと思います。それもこれチューニングをしなきゃいけないレベルの、話になってて、結構、適当にやっていたもんですから、今の曲は佐藤宗幸さんの八尾別旅情という歌なんですけど、きちんと歌いたい歌です。またそのうち歌おうと思います。で、さすがにこういう終わり方はちょっと嫌だなということで、それからみんなもつまんないなって思ってるかもしれませんので、とりあえずなんか面白い歌でも歌うといいんですが、歌詞にもいろいろありますので、最近はなんとか昭和の時代の歌詞が現代ではちょっと通用しないよ、その、セリフはっていうのもあったりしますので、その辺が注意が必要になってくる、配慮しなきゃいけない、そういう時代になってきています。ちょっと物が落ちた、狭いとこで言ってますから。よし、ちょっとジェンダーの入った歌になっちゃいますけど、歌ってみます。またなんか言ってしまいましょう。どぶに落ちても根のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張っても心の中じゃ泣いているんだ。兄さんは目方で男が売れるなら、こんな苦労もこんな苦労もかけまいにかけまいに。男はつらいよのテーマソングとか、男はつらいよそのものの、そういう題名ですね。これを歌ってみました。もうちょっと今の低い声で、僕はどっちかっていうとバリトンぐらいの音域なもんですから、あまり低い音域の歌は歌いにくいというとか歌えないというのがあります。というわけで、なんかちゃんと歌って終わってみたい気がするんですけど、これで終わって、今度こそこれで終わります。チューニングの不安を感じながら、陳先生何やってんだっていう、僕をよく知る人はそれで終わると思いますので。雪解け間近の北の空に向かい過ぎ去りし日々の夢を叫ぶとき、帰らぬ人たち熱い胸をよぎる。
せめて今日から一人きり旅に出る。ああ日本のどこかに私を待ってる人がいる。いい旅立ち、夕焼けを探しに、母の背中で聞いた歌を道連れに。結局あの音域の低い、曲で、あのこれ山口百恵さんというあのすごく、素敵なあの女性歌手が昔歌っていたんですけど、結構あの声が声域が、低い声の、歌を歌っていた感じがします。もっとなんかずっと歌っていきましょうか。なんか終わらないぞになってしまいましたが、これあんまりあの長くいろんな曲入れてると、著作権では、ね、引っかかることがありまして、結構大変だなというふうです。じゃ あ、一番ちゃんと歌えそうなやつを、これは僕が中学生ぐらいの時に結構人気あった歌です。前奏のつもりですがうまくいきませんでした。そのまま歌います。いつか君といた映画やまた来る授業を抜け出して二人で出かけた。悲しい場面では涙ぐんでた。素直な横顔が今も恋しい。雨に破れかけた街角のポスターに過ぎ去った昔が鮮やかに蘇る。君も見るだろうか一号白書を。二人だけのメモリー、どこかでもう一度。僕は武将ひげと髪を伸ばして学生集会へも時々出かけた。就職が決まって髪を切ってきた時、もう若くないさと君に言い訳したね。君も見るだろうか一号白書を。二人だけのメモリー、どこかでもう一度。二人だけのメモリー、どこかでもう一度。
これ、いちご白書をもう一度という歌ですね。この中で授業を抜け出してという話があるんですけど、僕は学生時代6年間、授業を休んだのは数えるほどです。5コマだけですね。5コマ。5コマしか休んでません。でしかも、まさにその、3コマぐらいを一度まとめて、1時間目だけ出た後、3コマぐらいまとめて、ちょっとそのまま友達と、友達の車でドライブに、連れてってもらったという、感じでした。まあ、今だから言えるという感じですが、あと何で休んだかよく覚えてませんが、そんな風でした。で、このいちご白書っていうのは何かというと、アメリカのストロベリーステーツメントかな、というなんかそういう映画のテーマソングなんて言ったやつで、それを日本のこのこれ原由美さんですね。原由美さんが、こういう歌に、したというところです。まあ、その原由美さんとかそういう人たちが活躍してた時代って、まあ、まさに僕の大好きな、歌手が活躍していた時です。これを最後にしましょうか。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降るときお尻ふざけすぎた。季節の後で今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。動き始めた汽車の窓に顔をつけて君は何か言おうとしている。君の唇がさようならと動くことが怖くて下を向いてた。時が行けば幼い君も大人になると気づかないまま今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。これもまた音が低い、曲でイルカさんの曲全部低い、音域の正規の曲ばかりなのでちょっと歌うのが大変です。というわけで、まあ、この辺にしておきましょう。なんとなく、勉強や課題の気分転換になったでしょうか。では、また、何かあったら歌いますので、頑張ろうまいちゃんです。じゃあね。